こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はマチェット、いろいろ種類ありますけど、具体的にどんな種類があるんだよ、これがおすすめだよみたいなのをちょっと少し、皆さんに提案できたらいいなと思っての動画でございます。まずは長い順に並べてみました。一番長いのが、値段も安いんですよ、これゲイターマチェット。一昔前にはよくウォーキングデッドで、使われてたよなんて、実際に海外ドラマのウォーキングデッドで劇中で使われてるんですけども、こちらは何がいいかと言いますと、長いっていうことで、切断、草刈りする場合ですよ、切断の範囲もとっても長く振りやすくで、ガーバーもマチェット全体に言えるんですが、このように一回このストラップをこちらにハンドルに通す、そして握ることでこのように振った時に手から滑って飛んでっちゃうなんてことを防止することができます。そういった構造に全てなっているわけですよ、そしてあとはゲイターグリップ、こんな滑り止めが効いたグリップになってます。でこちらのゲイターマチェットに関しては背面がノコギリになっておりますので、竹を切る時なんかもとってもこう、竹とか、あとはあれですね、分厚いちょっと太めの枝、太くなっちゃってる枝なんかもその場でくるっと反転させるだけでシャカシャカシャカって切れるのでとっても便利でした。でこれだとやっぱりちょっと大きいなっていう時に疲労度を考えると、それのゲイターマチェットジュニア、これも構造同じ、ゲイターマチェットと同じなんですけども、このように長さはとっても短くなっています。これいいですよ。それをちょっと置いといて、あとはですね、こちらのゲイターブッシュマチェット、こちらなんかもシャープなデザインで、なんていうのかな、こういった、専用のシースなんかもちょっとマジックテープでしっかりとこのハンドル部分を覆えるようなデザインになってまして、結構安全設計、これはなんか忍者ソードっぽいやつでかっこいいですね。これブッシュマチェット、で、あとはこちらですね、ボロマチェットっていうのがありまして、何がボロなのかよくわかんないですけど、これも、くくりナイフと同じ発想だと思うんですけども、先端の方に重心を持ってったデザインなので、とっても振りやすいと、力が入ると。でデザイン、シースのデザインはここ横面が、ちょっとパッケージのまんまで申し訳ないんですけど、横面にジッパーがついているのでなんか刺しやすいんですね、ボロマチェット。そしておおと思ったこちらのブロードカット、これはこれも振りやすいデザインのマチェットなんですけども、ここのフックナイフの部分、フックカットっていうのかな、こちらのカッター、これをなんて言うんだろうな、こういう動きをするじゃないですか、筋肉的に。でそれってそれって結構疲れるんです、ずっと振ってるので。でそこでこちらのフックを使うと、根っこにちょっと引っ掛けて、せいぜい2センチぐらいの、厚みだとは思いましたが、根っこに引っ掛けてよいしょって体重移動でスパッと切れる、これはね
結構画期的でしたね。まあ、もちろんね、あの片手でグローブつけた片手で、あの雑草掴んで良い所ですけども、うん、いや、ブロードカットはかなりお気に入りです、私は。はい、まあ、それで、うん、まあ、トータルバランス的にも値段的にも一番安くて、これもおすすめよっていうゲーターマジェットジュニアがあって、で、あとはこちらですね、ククリマジェット、これもあの、なんていうのかな、まあその名の通りね、ククリマチェット、ククリナイフっていうのがあるじゃないですか。まあバイオハザードちょっと前ですけど、3あたりでミラジョボビッチが両ね2本振り回してるやつとかなんですけど、まあ、ククリマチェットっていうのは、あの、まあ、ククリナイフっていうのはそもそもあのデザイン的にも結構ロマン派の皆さんとかで、実際使ってみたところ、やっぱりこちらに重心がはっきりと、うん、かかっているので、すごく振った時にあの結構スパッといっちゃうので、あの草刈りしやすかったですよ。ただね、やっぱりもうスパ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 切るんだったら、うん、もうちょっと短くていいのかなと、もうちょっと軽い方がいいのかなとか思いますけども、どうなんだろうか。あとは一説によると、この逆のカーブの部分に対してこう研ぎづらいっていうご意見はありますよね、うん、まあ、でもその辺もまあなんとか、まあ、別にね、あのちょっと、うん、砥石痛めちゃうかもしれないけども、まあなんとか、まあ、スティック状のシャープナーとかもありますけど、うん、ね、うん、これはこれで面白かった。で、これはシースが、まあ、先ほどにもジッパー式っていうのがありましたけど、これも若干ちょっとジッパーになっていまして、あの、で、この、これはスリングに関してはこれ別売りで僕がちょっとね、つけたんですけど、ちょうどね、あの、なんつうの、シースの背面に D リングがついてたもんで、つけたんですよ。なんか実際作業してるときは、やっぱりあの、こうやってあの、ぶら下げてた方が、ベルトにつけるよりね、やっぱりこうやって肩掛けしてる方がなんか良かった。で、あの使わないときは、これのシースのいい特徴として、そのまんまさっと上からさせるっていう。うん。それでマジックテープで留めると。ジッパーも締めとくと。まあ、ジッパー締めなくてもね、マジックテープでしっかりきつくやっとけばいいんですよ。その場では。うん。うん、なので、結構、まあ、このライフルスリングは別にあのね、便利なのをあんまり押したくはないんですけども、あ、どうもこんにちは。こんにちは。今ちょっとあの、マチェットいろいろの紹介をしておる、はい。あ、失礼しました。いえいえ。二宮さんが遊びに来てくれました。そして最後に、あの、こちら、ゲイターマチェットジュニアより、若干、そうだな、4センチか5センチぐらいちょっと短くなる、こちらのクリアパス、こちらもですね、背面にノコギリがついていて、あの、うん、とっても軽いし、うん、グリップもしっかりしているので、あの、トイレ行っちゃって俺ずっと我慢してる。あ、そうです、どうぞどうぞということで、はい、ついやついや、大丈夫ですか。もう今終わりそうなんで、ん、何をしたら座ってください。一通り、これはこういうところが良かったよ、紹介して。なるほど、なるほど。ということで、二宮翔平さんにお越しいただきました。こんにちは。そんなんで、クリアパスが一番小さいし、まあちょっとしばらくこれをおすすめしようかなと思っていました。二宮さん的にはゲイターマチェットジュニア一択ですか。
いや、グレーターマーチェットこっちの方もいいですよね。長い方がいい。長い方もいいかな。なんか僕ね、うん、昨日ね、うん、マチェットを振り回す夢を見たんですよ。夢。夢を見たんですよ。正夢ですか。正夢かもです。やたら硬い木があって、うん、必死にこう叩きつけるんですけど。向かってった。そう。なんか曲がっちゃって、ここがちょっと負けちゃって、それをうわー負けちゃったってこう泣きながら直すっていう夢ですね。そうそう、木は倒せなかったんですけど。そうですか。はい。ケープは5、6とかの方が多分良かった。こっちは5、6じゃないですか。5、6はね、廃盤になっちゃったんです。あ、そうなんですか。そこに似てますね。ブッシュマチェ、なんか侍ソードっぽい発想じゃないですか。そうですね。うん。そうだなぁ。まあ、そんな。そう。木をね、今度切り開いて、そのブッシュの奥にある大川に、うなぎを取りに行くっていう、うなぎ取りですか、計画を立ててるんですよ。なるほど。やっぱちょっと怖いのが、やっぱ蜂とか、なんかそういう、こう、刺してくるやつはちょっと怖いですよね。蜂対策って何かないの？蜂対策はまあ効果的ではやっぱ煙かけることですけど、うん、そうじゃなかったらこの夜に行くことですよね。あ、蜂は昼に活動するんで。なるほど、あとはあれですね、草刈りする際は、虫よけスプレーしないで、なんか効果に食われますよ、ね、もう効果で。あとは雑草に変えよっては結構なんか刺さったらなんか危ないやつあるんですよね。なんか危ない。うちの近くのこの間駆逐したはずのやつとかもそうですけど、うん、まあまあまあ、まあ、あとは何だろう、草刈りやる際のなんかアドバイス的なことってあります？そうですね、そのどのくらいの草刈るかによるんですよ、うん、割と結構伸びちゃってるやつなのか、うん、それともその下ちょろちょろのやつなのか、うん、なんか木みたいなやつなのか、うん、いろいろあるんですけど。じゃあ木にはまだなってないけど、まあ、これらで払える程度、うん、そうですね、まあ、俺が思ったのはやっぱり2人以上でやるのがいいんじゃないとまず思った。あ、周りにやっぱ気をつけないと。そうそうそう、結構力強く振るもんだから、うん、勢い余って、うん、人に当たることっていうのは絶対に避けたいので。あとやっぱりなんかね、街中的なところで歩行者なんかから目に映るようなところだと、やっぱり一人でやってるとやっぱ不思議がられるかなって。ただの不審者です。ただの不審者。それなりのね、腕章だなんだって格好したところで、やっぱ複数がいいんじゃないかなと思いますけど、ね。まあ、こうやってこう手で持ってブチブチってこうやるのは一番まあ平和っちゃ平和ですね、うん、だとしてもくくりとかの方が切れるんでしょうけど、うん、でもね、やっぱりまず大量の草刈りしたい場合は、うん、まずバッバッバッって振り払いたいじゃないですか。ちょっと楽しいです。ちょっと楽しい。そうそうそう、まあ、茎が大量に生えたところがあって、うん、でそれを茎って結構茎柔らかいじゃないですか、うん、それをこう地面に沿ってこうゲーターマッチとかスパッてると、うん、吹きが全部こうスパーンってパンパンって出てくるんですよ。そう、こうスカッってやるとスパーンってこう全部吹きが一気に切り株になるんですね。それがね、結構気持ちいい。結構気持ちいい。なんかね、2週間後に普通にまた生えてましたけど、床屋さんなんてスパーンすごい楽しいですよ。まあまあ、まあ、そういうわけでよかったら皆さんもなんていうの、気軽にって言っちゃあれだけど、結構ね、うん、近所で、あ、ここ雑草すげえなみたいなところ、近所かな、うん、まあ、できればちゃんと許可取ってっていうか、まあ文句言われないところでね、うん、気軽にっていうか、まあ今の時代より時代に対してちょっと気軽な気持ちで草刈りをちょっと楽しんでみていただいても、うん、とってもストレス解消になります。あとあれ、近所に貢献できます、うん、はい、そうです。うん、まあ、そういうわけで、ぜひぜひ下のリンク説明欄にガーバーの商品貼っときますので、いろんなマチェットあるんで、よかったら見てください。最後まで見ていただいてありがとうございました。